はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキでございます。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はね、テニスラボからの挑戦状という新しいイベントがやってきているのでね、ダブルスやっていきたいと思います。まあね、最強ペアとしてはとりあえずやっとかんとね。ね、やりに行きましょうか。アキさんがペア作ってくれてるのでね、早速行きましょう。はい、おいで。あ、そっか、最初これイベントあるのか。テニスラボ当職は試合データの採取解析を担当する、特殊ボール開発、記念試合を開催する、名称爆球、対象試合爆球マッチ、心理的影響の計測を目的とする強きペアの挑戦を求む。というわけでやっていきましょう。爆球ってことは、爆って爆弾の爆ですよね。そうそうそう、爆弾の弾じゃないのこれ。爆弾を弾にした感じですか。うん、ってことは爆発するんだ、いつかね。いつか爆発するってことは、なんだろう、ジャスト打ったら爆発するみたいな。まあやってみようよ。やっていきましょう。あなたのサーブ、アキさんサーブは任せた。よっしゃ、かかってきなさい。あ、違うわ、俺打たなあかんねんね。そうだな、うん。相手のコートで爆発すると2得点。うん、爆発まで30秒ということは30秒間ラリーを続ければいいわけね。なるほど。で、爆発させるときは相手のコートでって感じだね。あ、でもこれパワースマッシュでもあったぞ、こういう。パワースマッシュ、うん、あのテニスゲームだよね。うん、あったのこんなの。なんかあの練習モードみたいな。あ、マジで。うん、なんかだんだんボールでかくなってない、これ。ボールがでかくなってる。あ、でかくなってるね。でかいし赤くなってるぞ。やばいな、本当に爆弾みたいだ。あ、ちょっと待って、残り10秒やろ。待って、これは大丈夫か。あ、なるほど、マイナス5秒って書いてあるのは次元爆弾の短縮するやつなんだ。そこに落ちたらみたいなね。そこに、バウンドさせたら、うん、マイナス5秒と、うん、ってことはマイナス5秒切った時にそのマイナス5秒のとこに入れれば爆発させれる。うん、なるほど、これは戦略が、戦略的な戦い方が必要だ。お、5秒減ったね。なるほど、これは辛いものが。あ、でもちゃんと移動するんだね。あ、一回当たったら、うん、あのエリアがね。あ、これはありがたいか。だから今打って向こうが打ったやつが、あ、来なかったか、来てくれたらね、打ち返したらもうそれで終わりやったんやけどね。あー、なるほど、計画通り。計画通りだね、いいね。いいね、意外と、意外といけるな。ただなんかね、ん、こうボールの大きさ変わるじゃん。変わるね。なんか前と感覚がちょっと違ってきそうで嫌やね。というと、だって今までテニスボールだったのに急にバスケットボールになるわけじゃん。あ、でかいけどな、確かに。うん、これ何点やった、7点これは。 7点マッチ、7ポイントマッチらしいね。うん、ってことはタイブレイクの7点か。ということはさ、5点先に取って爆発させたらもう勝ちじゃん。ああ、なるほど。あ、そういう戦い方もあるね。これ5点勝負やで、5点マッチや。どっちかが5点取れば、うん、で 5-5 になったら7-5で負けるんだ。なるほど、爆弾がものすごい勝負を決めてくるね。うん、だからこんなボレーとかの、なんていうの、タイミングが読めない。ああ、なるほど、作業はしたらあかん。なるほど、危ない。見てみ、ネット越えた時に向こうサイドやったからね、1秒で。アキさんナイスだわ、これ計画通り。いやー、まあ後ろに狙ってますがな。待って、今いやーっつったけど、今のいやーっていうのは何だったんだろうか。あの耳ね。あー、なるほど、いやーですか。1年はいやー、もういいわ。どういうこっちゃ、なんでそう来るの、ボケたのに、ボケたのに。さあ、分かったところでやってみよう。こっからが本番やね。じゃあもう戦い方はほぼ分かったから、戦略的にいこうか。うん、基本爆弾は相手のコートで爆発と、うん、飲み込み早いね。まあまあ、あれだけ長くゲームやってればねえ。あれは君がまだ小学校に入る前だったね。小学校に入る前から僕はゲームしてたのか。三国無双だったね。懐かしすぎるだろう。パパ、僕どこにいるの、どこにいるの、どうやって行くの、どこに行くのって言ってたのがね、1ヶ月もせんうちにね、カコートン見つけたとか言ってたもんね。お前なんで読めんねん、カコートン。読めたのか、僕はカコートンが。小学1年の時、ほぼ三国志のキャラ読めてたじゃん。すごいな、僕どうした、
ところで片方あのコンピューターになってない？片方コンピューター、ああ、オートプレイってやつ？あ、確かにそんな感じがする。全く動かねえ。全く動かないと言ったらアリスさん。ん？アリスさんだよ、アリスさん。ほら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 。ほんと？これあかんわ。ちょっとタイミングがわからん。あ、いつもだったら水青く光ったり赤く光ったりするもんね。見た？人生初のダブルフォルトみたいな。人生初のダブルフォルトなの？うーわ、あのね、普通は赤いとこで打ったらジャストじゃん。ジャストになるね。うん。めっちゃ赤く光ってるな。距離感もわからへんしね。うわ、これね、サーブ難しくなるかも。面白いね。面白い？楽しんでおりますよ。そろそろ打たないと。これも計画通り。あー、なるほどね。おかげさまで。そうくるか。ただこれはテクニックタイプがあんまり活躍しそうにないかな。しないね。ドロップよりはね、もっと奥の方に打ち込む。ちょっとあら、あれ、ごめんごめん。大丈夫大丈夫。あの、話しながらだとね、ちょっと手元狂う時あるから、ちょっと黙ってくれる？黙って実況してどうするの？あ、そっか。黙ったら実況じゃなくなるべ。だだ。ナイスロブ。あ、返してきた。帰ってくるのね。やるじゃん。やるね。あの、新キャラだね、的な。そういえば、あ、止まった。アキさんよろしく、よろしく。アキさん、アキさん。あー、ごめん。やばい、初めて爆発食らった。あー、結構痛いね。結構痛いけど、まああれでも返してたら無効だったもんね。返してたら無効だったね。うん、うん、ちょっと空振りしてしまったアキさんでした。ちゃん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 。そう、4-5やで。これもしかしたら5-5になる可能性が、うん、にしなきゃいけないんだよ、5-5に。あ、そうか。あ、そうだね。爆弾じゃないともう負けちゃうよ。どうして爆発したら。もうマッチポイントと一緒なんだから、向こう。なるほど。あ、6-5で。あ、もうこれで負けないわ。いや、頑張った。これ頑張ったからね、今の。すぐに負けないからね。これはまあ30秒あるし、30秒間ラリー続けることはないでしょ、多分。いや、続けなあかんよ。アキさん！大丈夫だ。アキさん。違う、デュースが見たかったんや。ああ、そうなの？デュースになって、はい、爆発したらどうなのかなって、もう2ポイント練習でこっちの勝ちかなみたいな。ああ、マッチポイントっていうのがなくなるかなってやつ。実況者だからさ、そういうところも見せてあげないと。なるほど。ちなみに今しれっとフォルトしましたが、そのことに関しては。ね、球の大きさって感じ。難しいね、確かに。でもこれね、これもっと大きくなって、ほら、こうやって赤くなったらね、アウト。人が話してる時なんでアウトすんねん。それはまあ仕方がない。敵さんは敵さんでちょっと事情があるから。だからほら、こんな赤いボールね、打ちにくいのよ。これボールなのか、まず。もうすでにボールではなくなってるけどね。あ、これやばい。いいよいいよいいよ。あっ、これは敵さんのスーパーショットがえぐい。スマッシュのタイミングがわからない。だってあと5秒で爆発するよ。大丈夫大丈夫、ロブはグ。ナイスロブ。これは取るか。 NPC 取らない。待てー。計画通り。あのロブをロブで返されてたら負けてたね。あ、確かに危なかった。ということで、今回はテニスラボからの挑戦状ダブルス編やっていきました。結構ね、面白いね。うん、まあ戦い方がね、難しいけどね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。